松平忠史家は、江戸時代前期から中期にかけての大名。伊予国松山藩四代藩主。貞勝家、久松松平家宗家五代。家には、十四人下、自重、松山藩中屋敷跡松山藩の江戸藩邸のうち、三田の中屋敷跡には現在イタリア大使館が、立っている。伊予今治藩二代藩主。松平定治の長男として誕生。実母は、 即失礼、だき因伝。幼名は、鍋之助。遠方2年、またいとこにあたるいよ松山藩主、松平貞長の養子氏となり、同年に、貞長が死去したため、松山藩主に就任。養母は、京国市の女春光因伝。この年に、十五位下、淡路守に任じられ、その三年後には、置上に転じ、十四位下に上る。 天長元年6月26日、越後騒動で海役となったもと、越後高田藩主の松平三長が入る処分となり、松山藩が預かることとなる。8月1日松山に到着した三長を松山城三の丸に湿居させる。翌年4月、北の丸の湿居屋敷に移転させる。この三長の預かりは、三長が江戸に移送される、状況元年末まで続いた。 同年11月1日、三長斜面の幕府からの法書は、定時下を通して三長が受領し、同月25日に三長は、松山を発して、江戸へ向かった。上京4年、藩長を、松山城二の丸より三の丸に移し、二の丸を藩長別当とする。法永元年、将軍家を継ぎ、徳川家信の,の簡易昇進のため京都御所を命ぜられ、自重に昇進する。 京都では、東山天皇の廃悦を賜う。翌年、寮内では、財政難から、初めて反札を発行。一方で、実母制度を導入することによって、農民負担の均質化を図り、課税法をケミ法から上面法に改めることによって、安定した年貢収入に成功する。文化面では廃徊に足しなみ、その交流に貢献した。大宝寺と西林寺の修復も行った。 元禄15年12月15日に発生した赤穂事件に関して、定時課は赤穂老師47名の内尾石義金、堀部武恒、木村貞之、中村正時、菅谷正都千葉光忠、ふ山正さ大高忠を、貝賀智信、岡野金秀の10名の預かりを命じられた。この頃、病床にあった定時課は、江戸城への途上ができず、家臣を通じて、 この命令を受けた。元禄16年1月5日になって、老師たちと会見。会見の遅れへの謝罪とあだうちへの称賛を送り、もっと大歓迎をしたいところだが、幕府からのお預かり人であるためできない。しかし所持不自由はさせない。用事があれば遠慮なく、家臣に申し付けてくれて構わないと述べている。一方で、老師たちを罪人として、厳しく扱った記録も、 松平家にも残り、鉄砲まで準備して、警備、切腹者が、小脇差しを取り上げ腹に当てる前に首を打つ。左の手に手たぶさを持って落とした首を持ち上げ、目付に見せるなどの記述がある。このことが、細川の水の流れは清けれど、ただ大会の起きぞ濁れると批判された。教法五年、江戸松山判定三田中屋敷にて即居。教年十一。方法は、 大流院伝前4位周囲県印象士官誉れき、公文書を大古寺。意外は、三田渡る開寺で、ダビに付され、遺骨は、松山大林寺に葬られた。三男の帝園が後を継いだ。当時の切腹は境外化したが、それでも腹に触れる所作の後に解釈が正しい作法。通常は、地が散逸しないよう、清めの白紙を敷いた台に安置して検視に見せる。 久松松平家文書、芳賀世代幽覚書など阿コ民法、松山市の紙芝居、阿コ浪老子松山藩外伝、上刈屋の阿コー書き祭りでも披露ほか、ありがとうございます。